はい、どうぞ。こんばんは。こんばんはなんだ。今夜なんだ。夜。木村は夜。こんにちは。あ、今昼間。キーボードの佐藤です。そしてドラムのバズ。あ、でもない。ドラムのチェリーです。こんにちは。じゃなくてどうも。どうも。エグザイルっぽい動きになってます。はい、4月の26日。もうあと1ヶ月を切りましたけどね。本当やね。いやいやいや、どうですか。おーイエア。というちょっと若干不良気味な主婦が最近登場してるんですけど、どうですかダーリン。はい、いい感じです。いないよダーリンは。426にはどこ行ってんだよ。5月はね、ハッチには、そうそう、はい、まあ、ナンバーハッチは一緒にやれると思います。今何を出してるかって言いますと、今回のライブで、まあ、必需品、そう、これがあればいいかなっていう、別にバズじゃなくても大丈夫です。このこれぐらいの大きさのタオル、うん、なんかでも小さいって文句言ってたじゃん。ちょっともうちょっと大きくてもいいかな、うん、まああの A ちゃんみたいなバスタオルも OK は OK ですけど、うん、つまりそれを使う、そのアイテムを使う何かがあるってわけですね。そうですね、わけ出すね。出すね。あの泣いちゃってもね、涙を拭くために必要かもしれない。あ、それかあとはどういう使い方？よだれですか。よだれ。あとはかぶる。温泉使う。ああ、いいですね。おかっぱにぴったりですね。あと、な、あ、今ちょっと今大ヒント。大ヒント。大ヒント。なるほど。そういうのが必要なわけでございますね。はい、はい、そうですね。で、はい、今回のアルバムはね、アルバムじゃない、ライブはね、1から、うん、リンドバーグ1から15、うん、までのオリジナルアルバムから、うん、うん、なんと1曲ずつ選んでやるんですよ。こんなん初めてやな。初めてですね。ダーリンも初めて、ね、初めて。楽しみにしていてほしいなと思う。邪魔だなこの。なので、はい、一緒に楽しみ、予習しといて、予習、予習ね、うん、はい、楽しもうぜ。はい、ありがとうございました。そんなわけでチェリーとダーリンでした。さようなら。まだか。